演武か。どうも、本日はこちらファミリーマートの増量半熟卵と蒸し鶏のサラダを食べたいと思います。こういうのも重要ですからね。ではいただきます。あくまでサラダなので蒸し鶏が控えめなのは残念ですが、蒸し鶏は噛んだ瞬間にしっかりうまみが広がって美味しかったです。あと卵も単調になりがちなキャベツサラダにアクセントを与えている風味になっていて美味しかったですね。お塩とかもかけてみてもいいかもしれませんね。というわけでこちらの点数にしていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。エンド編パイエン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。